必死のパンチ。忘れてたよ。危ねえ。あれジングルだとか思った。久々です。このコーナーは YouTube でもご覧いただけます。必死のパッチのコーナー、引き続き田川のり子さんに入っていただきました。よろしくお願いします。嬉しい嬉しい日劇団赤織の女優さんです。よろしくお願いいたします。ということで田川さんがいるということは、はい、対決ギャグ100連発ではなくてギャグ8連発あ、これはパッチの8とかけてくれてるんかな。それもありますね。100はちょっと無理だけど8連発ぐらいやったらできますよ。ぐらいとか言うけどね。これはぐらいとか、すごいことですよね。ほんまぐらいとか言うけど、ギャグ考えるのってめっちゃ大変やから。私が言うたんちゃうよ。吉本くんがやる言うてんよ。うちの吉本流せます。吉本くんが8連発ぐらいやったらできますって言って用意してきたの。うわすごいわ。気合入ってるよ。大丈夫かな。昨日酒飲みながら考えとった。今日はね、田川さんに判定してもらおうと思って、合格かどうか。なんかすごい偉そうな立場ですけど大丈夫ですか。いやもうプロですから。たまたま100作っただけなんですけど。8連発聞いてやっていただけますでしょうか。めちゃくちゃ楽しみです。お題はね、前もって私の方から振らせてもらってます。はいはい、春夏秋冬と喜怒哀楽。むずいな。また全部で8個でしょ。難しいな。はい、これに合わせてギャグを考えてきてくれました。では早速やってみましょうか。吉本くん、はい、やりましょう。では吉本隆くんのギャグ8連発。8連発、8連発。春、春巻きを練ったら練ったらバナナだな。8連発、8連発。夏、夏のお尻、8連発、8連発。秋、サンマの大群がお前を狙ってる、8連発、8連発。冬、タラコの大群がお前を狙ってる、8連発、8連発。き、喜び体操第一、腕を振って両手を上げたら袖の間から脇毛こんにちは。8連発、8連発。ど、ドド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 タラララ、椅子が来ない。8連発、8連発。はい、ウェン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 、大気圏。8連発、8連発。楽、わー、ワニのお口で重量上げ。8連発、8連発。ありがとうございました。すごい勢いや。ああ、これ YouTube で見てもらいたい。これはもうすみません、私がジャッジするなんてできないですよ。ああ、これはもう専門外。専門外。これはすごい。秒殺の方ですよね。吉田博さんタイプの方ですよね。いや、これは参りました。秒殺でしたね。秒殺の方ですよね。ウェンウェンウェン、大気圏最高でしたね。俺が一番面白かった。男性のパワーギャグ的なものもありつつも、うん、でも、イメージもちょっと刺激されて、いや、これで8っていうのが、もう56個ぐらい見た体感で、すごく、これ昨日考えたんでしょ。昨日の夜11時ぐらいから、うん、どのぐらいかかった、まあ、そうですね、うん、飲みながら考えてて、2時間で4個、うん、で今日朝起きて4個、うん、で喜怒哀楽はまた真新しいですね、うん、で春夏秋冬は昨日の夜です、ね、熟成させてね、熟成させて1日寝かしたんでちょっと味が出てると思います。味出てたかな。いやー、これはすごいわ。いやー、まあ、でも秒殺ですからね。確かに確かに。0.8 秒アコースティックネタでしょ、うん、
一個だけでいいなら僕それは僕は勝率いいよ一個だけですよ。それはめっちゃ嬉しい。一発いきましょうか。 0.8 秒後に来てください皆さん。ではじゃあ一連発一連発一連発連発じゃないし一連発夏風は引きずりやすいでも私の方やろ。ほらほら0.9合うわ。これはすごく自分でもこうイメージできる方の S でした。これ101個目にどうぞ。あれなんかね私この活動しだしてからあげるとかめっちゃ言われるあげるちょうだいとかいっぱい。ただなんですかね、あのやった後の空気で、うんうん30分は待てるな。30分入れる余韻で、ね、うん、余韻で30分。今まで来たら本家にもやっていただく。いや本家とか、ね、これ逆に吉本くんの後これ誰もがやりにくくなってるよね。何発できます何発何発やった後ドキッとしますこれやっぱり2発でいきます。2発では田川のり子さんギャグ2連発、うん、2連発2連発シーは寄せたら顔怖いこれがどうでしたはい、はい、いきます。2連発2連発ちゃん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 ある日蚊の外ありがとうございました。いやー悲しい悲しいわ。突如出てくる大人の事情ね。いやー悲しい。もうすぐになんで喋ってくれへんのかみたいなのありますよね。すごい。わかるもん。本番ではこれね100連発聞けますよ。田川のり子さんのギャグ100連発はあさってです。絶対おもろいやん。火曜日7時半から ABC ホールです、はいはい、ソロライブ初めてですが、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。ちょっとして、いやいやいや、あの最後ジャーニーのね宣伝で締めましょう。時間もないですからね。しあさってね。しあさって19日ですね。しあさって祝日明けですね。火曜日ですね。はい、7時半から ABC ホールで、はい、よろしくお願いいたします。100連発です。お願いいたします。そして、月末にはジャーニー。はい。ハッチの公演も本公演ですよね。はい、これ。何は忍法町29日から始まりますので、ぜひ見に来ていただければと思います。はい、お願いします。私も楽しみです。そしてこの番組はですね、はい、実は今日すごく久しぶりだったんですけれども、はい、またまたちょっとお休みに入りました。またかい。あらば。またすごい休み。夏休みが多いね。私めっちゃラッキー。めっちゃラッキー本当。めっちゃラッキーです。次回は10月7日。予定です。なるほど、忘れずに聞いてくださいね、はい、ということで本日のゲストは田川のり子さんでした。ありがとうありがとうございました。お相手は ABC アナウンサー橋爪優子と劇団パッチの吉本隆と劇団パッチの勝利と劇団赤鬼の田川のり子でした。さようなら。ありがとうございました。さようなら。